記事ブローニュシュルメールに立つマリエットの像、ナダールの撮影したマリエット・オギュスト・マリエットは、フランスのエジプト考古学者。マリエットイコールベの異名で呼ばれることもある。カイロのエジプト考古学博物館は、彼の死後の創設だが、その展示物のかなりの部分は、マリエットの収集によるものである。エジプトを舞台に撮った、ベルギィの有名なオペラ、アイーダの下画を表したことによっても知られる。 ドーバー海峡に面したフランス北部の町、ブローニュ・シュルメールに地方管理の子として生まれる。18歳の時、イングランドに渡り、ストラトフォードの学校でフランス語や絵画を教え、コベントリーで工業デザイナーになるなどしたが、いずれも成功せず、1841年に記事ブローニュ・シュルメールに戻り、文学史の学位を得た。彼のいとこは19世紀初頭の著名な、 エジプト考古学者、ジャン・フランソワ・シャンポリオンの友人であり、エジプト発掘業に随行するほどのものだったのだが、そのいとこが死去、マリエットは、いとこが、現地から持ち帰った石棺などの発掘品、文章を整理することになる。マリエットはエジプトに深い関心を抱くようになり、ほとんど独学で、エジプトの歴史、ヒエログリフ、コプト語などを学び、やがては故郷を離れ、パリで、 独自の研究を続けるに至った。1849年には、その努力が認められ、ルーブル美術館のエジプト広告部にポストを終え、また1850年には、完備で、念願のエジプト出張を命じられることになった。出張の目的は、コプト語、シリア語、アラビア語、ゲーズ語などの文章を収集し美術館のコレクションとすることであったが、 翌1851年に現地に到着したマリエットはメンフィス近郊作からにおいてセラピス神殿を発見するなどむしろ発掘作業に没頭することになる。彼は結局当初予定を大きく超える4年間をエジプトで過ごし多くの発掘品をルーブル美術館に持ち帰った。パリで収集品の整理を得た後マリエットは1857年に再びエジプトに赴く。 1858年には彼は、米、またあとの1879年には、パシャの称号を、総督イスマーイールパシャから得るなど、エジプト支配層からの信頼も厚く、1858年から創設されたエジプト考古局の初代長官に就任している。マリエットは、再び発掘活動を推進、最盛期には3000人の作業員を使い、アスワンから地中海沿岸まで、 延べ35箇所の発掘地点で作業を行ったという。マリエットは、この頃からは発掘品をエジプト外に持ち出すことに否定的な考えを持つようになる。スエズ運河の屈伸を行ったフェルディナンデ・セップスの経済的支援を受け、1863年にはカイロのブラークに高古博物館を設立、自ら館長となり、またそこに居住した。 1870年には、イスマー・イール・パシャの依頼を受けて古代エジプトを舞台とした若き男女の秘伝物語の原案を表す。マリエット自身、発掘作業中に発見した一組の男女の遺体にインスピレーションを受けこのストーリーを書いたとも伝えられる。23ページにわたる、この原案は、多くの人々の過失を経て、ジュゼッペ・ベルディの大傑作オペラ、 アイーダとして、結実、ドーペラは1871年に、カイロで初演された。マリエットはまたこの初演に交渉的検知から協力し、1870年から71年に、かけては、衣装、舞台装置作成のため訪れていたパリに、折からの不仏戦争により、足止めを食らったりもしている。私生活上はマリエットは、恵まれてはいなかった。 1845年に結婚し合わせて11人の子供を設けたが、うち5人の子供及び妻をエジプトで伝染病で亡くしている。1878年には、ブラークの自宅は洪水の被害を受け、彼の表した多くの論文、書籍などが流出の浮き目にあってもいる。また、エジプト自身が運河建設に伴う対外債務増大にあえぐ中、 財政援助も次第に逼迫し発掘活動は停滞した。糖尿病により健康状態も悪化したマリエットは1880年には一旦パリに帰国したものの、ブラークの自分の博物館近くで死ぬことを望み、再びエジプトに渡り、希望通りに1881年に現地で亡くなった。意外は石棺に収められ、現在は1904年に開館した。 エジプト考古学博物館前提に眠っている。ありがとうございます。